デキロック .com のご覧の皆さん、アリスです。ボーカルベースのやすしです。ギターのたけしです。ドラムのけいじです。いやー、デキロック .com やっと出れましたね。光栄ですね。めっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。はい、で、まあ、今回ですね、俺たちのアルバムのことについてなんですけれども、ギリシャの、メタルレーベル、3G ライダーレコードですね、俺たちのワールドワイドデビューアルバム、ディヴァインクリエーションは8月28日に、世界50カ国以上でですね、リリースすることが決定しました。ありがとうございます。出てますかね。出てますね。はい。で、まあ、まあ、このアルバムに関してはやっぱ世界を、ね、意識して作っていった作品なんで、そこをですね、まあ、売りにはしたいんですけれども、まあ、サウンド的な売りとしてはですね、まあ、どうですか、何か、こうアピールしたいところありますか。どうですか、どうですか。そのね、全部と言いたいところなんですけど、特徴としましては、メロディックデスメタルというジャンルで、まあ、やってるんですけどね、はい、そのメロディックというところで、ギターのね、ツインハーモメロディとか、そうですね、あと、まあ、ギターソロの早弾きだったりとか、まあ、それもハモってたりとかね、はい、あとそれとね、キーボードのメロディ、これたくさん入れてます、はい、なのでギターとキーボードと、怒涛の哀愁のメロディと美しいメロディがですね、うん、たくさん入ってます、はいはい、それとね、あとやっぱりデスメタルということは、まあ、基本ですから、うん、まあ、そのまあブルータルな要素もね、はい、たくさん入ってますけど、そこどうですかね。そうですね、まあ、ブラスビートでそれを表現したりとか、うん、まあ、速いツーバスとか、はい、まあ、複雑なリズムとか、まあ、それでうまく表現できているかなと思います、うん、はい、うん、でもデスメタルは、ね、速いんですけど、重さも、ね、こだわったサウンドに仕上がっておりますので、ぜひぜひそこもね、はい、早く期待してほしいかなと思っています。で、あと、ライブのことなんですけれども、ちょっと現在ですね、決まってないんですけれども、アルバムリリース後ですね、全国規模でね、どんどんね、回っていきたいと思ってます。はい。はい。まあ、今後ですね、激ロック .com、はい、あと、アリスのオフィシャルウェブサイトですね。はい。はい、まあ、こちらの方に随時、アップされていきますので、ぜひぜひ、皆さん、このアリスのメロディックデスメタルサウンド、体感しに会場まで遊びに来てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。アリスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。